今回は貫通した穴の開いている桜の星座になります。息子たちがブルワーでの風の貫通テストをしてました。末っ子がちりとりで防ぐとそこまで風は感じられなく、手でやったら風を確認 OK、 中もある程度きれいになりました。今回はこの原木からテーブル板を2枚と足になる部分を切り出します。少し傷が大きめなのでどうやって切り出そうか少し悩みました。持ち込んでいただいた伐採屋さんと相談していけそうなので製材を開始です。
目と鎖のラインが全体でまっすぐではありません。図のような形なので短くカットして足の長さの必要分をさらにテーブルを使って切り出します。かなり前処理の加工が進んでいますが、今見えている板が斜めなのがわかるでしょうか。奥の方と手前の方で幅が違います。斜めになるべく木目に沿って切り出します。真ん中のところに鎖がありますので、その右と左を使えるところだけ切り出していきます。この辺りは木目が流れていますが、お客様の持ち込みの材料なので、可能な限り角材か使える寸法にして加工しておきます。
長さ方向にソリッド感があったので細かく気取りしましたが、思ってた以上に切り出せて良かったです。テーブルの天板になる部分です。なんとかブリッジがちょっと融合してなくて分離していますが、なんとかつながって使えるところが切り出せました。木をよく知る先輩のアドバイスもあり、難題がクリアできて良かったです。木のデザインのお手伝い、清水製材でした。